すなわち一般に、世界は、世界観がなくても、客観的に存在しているものと認識されるが、天下は一定の秩序原理によって関連的に、成立している。天下は、観音、天下は、その連絡、天下は語音である。現在は、天下が普通だが、本来は、天下と読んだ。天上天下など、聖句の中には、現在も、天下と読むものがある。 中国における天下は、一般に中国王朝の皇帝が主催し、一定の普遍的な秩序原理に支配されている空間であった。皇帝は天命を受けた天使とされた。天下の中心にあるのが、中国王朝の直接支配する地域で、夏、花、中夏、中華、中国などと呼ばれる。その周囲には、四方、エビスなどといった中国王朝とは区別される地域が、 あるが、これらの地域もいずれは、中国の皇帝の主催する秩序原理に組み入れられる存在として認識されていた。中華思想、皇帝、天三章。日本における天下の概念は、早く古墳時代に見ることができる。当時、和国王は、中国王朝に対して、和国王、または和王と称していたが、熊本県の江田船山古墳から出土した鉄拳の、 名文などによれば5世紀後期頃には国内に対して自天下大王、飴の下、白示す、を君と称していたことが判明している。これは、その時期までに和国内で中国世界とは異なる独自の天下概念発生していた長尚だと考えられている。随所によれば7世紀初頭の大行3年、607年に和国王、原文、国王が 隋皇帝窯台への新書に自らを日出書天使と称したことも中国世界と異なる天下概念が存続していたことを物語っている。7世紀には律令制の導入とともに中国的な天下概念が移入された。律令制の特徴である公民思想を伴って天下公民という形で把握された。王朝国家の進展に伴って平安時代には一時、 天下の概念は、スタれるが、鎌倉幕府の成立が、天下の創造と認識されたように、武家社会の進展に伴って、日本と、ほぼ同義の意味で使用されるようになった。天皇、律令制、天下統一参照。朝鮮においては、歴史的に、天下の要領は、極めて少ない。それは、中国王朝を中心とする天下の中にあった時期が、極めて長かったことによる。 高句麗、白シラギ、クダラの古代王朝、そして、高麗の時代にも、朝鮮を中心とする独自の天下概念がなかったわけではないが、高麗後期に、朱子学が流入すると、明文論の立場から、朝鮮中心の天下的世界認識に批判が加えられた。一方で、朱子学は自国を、小中華、小花などと認識する小中華思想を生んだ。小中華主義は、 秋を中国に流行しながら、朝鮮では流行しなかった、陽明学を異端視する風潮、清朝による中国支配を中国が異的の支配に服するものと規定する認識となり、朝鮮こそが中華の本流であるという思想を育んだ。朝鮮では中国を中心とする天下概念と朝鮮を中心とする天下概念が並存していた。ベトナムにおける天下の概念は、 13世紀の原稿を契機として民族意識が高揚するとともに出現した。その添加概念は当初陳朝に至るベトナム王朝を南越国の後継と位置づけ、その領域であった中国の南南地方からベトナム北部に至る地域に固有の添加概念を設定するものであった。ところが18世紀末の霊長末期の頃になると南越を ベトナム王朝の政党とする士官に批判が加えられ、現朝の時代には、自称国王も大南となり、ご指示が消滅する。このことは、当時のヨーロッパ人が、トンキン、コーチシナと呼んだ日のベトナムの領域に、天下国家が設定されるようになったと考えられている。ベトナムの天下は主に、中越関係に影響されながら、その領域を変容させた。 モンゴルを代表とする北アジア、中央アジアの遊牧諸民族においては、中国王朝の天に対応あるいは類似する概念として、天栗概念が存在する。天栗は今日においては、カムチャツカ半島からマルマナ海にまで遊牧民族の信仰生活に密接に関わっている。天栗は天の主祭神として運命神であるとともに、天そのものでもあり、創造神として現れることもある。 また、今日ではテングリに対する祭祀はシャーマニズムに基づいて行われるが、アジアの遊牧民のシャーマニズムには、宇宙三外観と呼ばれる毒の世界観があるとされている。地上には、テングリの代理者として、救世主的な英雄がしばしば使わされ、この英雄は、テングリの子というように呼ばれていた。郷土の前雨や、チンギスハーンをはじめとするモンゴル帝国のハーンは、この、テングリの子を称した。 彼らはこのことにより、地上の救済を観念上独占し、地上における唯一の君主として君臨するものと主観された。このように、アジアの遊牧民にも一定の秩序原理に基づいた天下概念類似の地上世界観が存在したとされるが、そこには天狗の子に服属するものと敵対するものという二元的構造が、 存在するのみで、解秩序のように段階的な秩序構造は存在しなかったか急白であった。陰の時代には、世界としての天下は未だ成立していなかったと考えられている。周の時代に人格的な天の概念が成立すると、それに合わせて天下概念の方がが見られる。司法、万法という用語がそれで、司法というのは王朝成立の対象領域で、 その経営の中心は、周王のいる中国であり、その周囲にある異民族のいる土地のことである。万法というのは、民と、強しどのことで、民は異民族も含めた民、強しどにも異民族の土地が含まれていた。周王は天命によりこの、万法を受けたとされた。周の後期、春秋、戦国時代には、周に封建されていた諸公が、各自の国内、 周辺地域に対する政治支配と同化を進めた。また、移民族自体が州に封建され、諸行として大国化する例も見られた。これにより多くの国に共通の文化圏、経済圏が形成され、河河中流域を中心に中国概念も拡大された。春秋佐し伝、国語などには天下の用法が確認される。秦によって州の支配していた地域が、 政治的に一元化されて統合されると、現実の政治世界に対応する明確な地理概念として、天下概念は顕在化した。旗の統一は天下の統一であり、中国が天下を統一したということは、中国の拡大であった。寛大になると、この中国イコール天下概念が、現実の作法関係に影響されて変容し、 周辺諸民族をも含めた現代的意味での世界として天下概念が成立した。作法関係とは周辺国家の主張を皇帝の進化として君臣関係を取り結ぶもので、このことにより周辺国家の主張の支配下にある地域は関連的に皇帝の主催する秩序原理に組み入れられた。南北朝時代には一時中華の内部に複数の皇帝が出現し、 天下の政治的分裂という現象が見られたが、当の時代には中華帝国の皇帝は北方遊牧民族の諸国に対しても大河岸として君臨した。タラスカ藩の戦いに代表されるように、西方で匹敵するイスラーム帝国と軍事的衝突や攻撃など交渉があったが、当庁はかつての新官帝国と異なり、 その天下概念には、郷土のような大東国は基本には存在しなかった。ところが、宋の時代には、北方に、梁、金の強大な王朝が出現し、宋は圧迫されて、北方の帝国と国家同士の犠牲的な血縁関係。例えば、宋を、兄、梁を弟とするような外交関係を結んだ。この時代の高来なども両王朝に両属する形を取り、 天下は全く二分されていた。空前絶後の支配領域を持ったモンゴル帝国、大元ウルスは再び中国を統一したが、その統治においても、政治上南人、元南宋の民、江南の人種と漢人、元金の民、河北の人種は区別されていた。このことは、天下の政治的分裂が元の統治下において解消されなかったことを示せている。その後、明王朝は、 新漢帝国の理念に近い形で中国を統合するが、その天下はほぼ明王朝の支配領域と同義であり、世界大の広がりを持ったものではなかった。民末に、朱子学に対する批判が起こると、終身生活国平殿下、大学という受教思想にも変化が起こった。民末新書の王府のは、大学の挙げる、平殿下は、詰まるところ国を治める他の思想、すなわち、 遅刻を述べるに過ぎず、天下の次元には通用しないものであると述べて、これを尊重する趣旨学を批判した。一方明王朝の滅亡により本来的には、異敵であるはずの清王朝が中国を支配するという、現実世界での下への逆転も、天下概念に大きく影響した。同時代の古典部は、民の滅亡は、亡国であるが、亡天下ではなく、異敵の王朝である清志が皇帝となっても、 中華の文明が維持される限り天下は継続するものであるという考えを述べた。このように天下概念に対する検討、批判が加えられたが、この頃の天下は未だに中華帝国を中心として捉えられている。皇帝を中心とする開秩序に理念付けられ、朝廷と作法によって外国との関係を維持していた天下概念が変容するのは1793年。 イギリスの外交施設マカートニーが派遣された頃からである。マカートニーは主権平等主義に立つヨーロッパ外交に基づいて、清と条約を結ぶことを望んだが、清は中国を地代物つ博土地が広く物産が豊かなことと述べ、恩恵を与える超高貿易なら天田氏も対等貿易は不要であると突き返した。やがて19世紀に入ると、アヘン戦争が起こり、 敗北した新朝はイギリスなどと変無的な不平等条約を結んだが、新朝としては、清志側に変無的であるのは皇帝の恩恵的配慮によるものであるからだという説明がされた。アヘン戦争後も依然として新朝はヨーロッパ諸国を従来の天下概念の中で捉えようとしたと見ることができる。アヘン戦争後も、 清朝の外交姿勢が変化しないことを不満としたイギリスはフランスとともに第二次アヘン戦争を起こして中英天津条約を締結しその条文内で中国とイギリスを共に自主の国として並列的に位置づけることを明文化することに成功したこの結果清朝は従来の改秩序に基づいてヨーロッパ諸国と外交することが不可能となり新たに総理画門を設けて 対ヨーロッパ外交を行うこととなった。ヨーロッパ諸国が主導して形成した近代外交体制は基本的に主権平等主義に基づき対等国同士の外交という形式をとっていたため、この外交体制の拡大とともに、開秩所も徐々に変容悪い解体されることとなった。現実の外交関係においては日清戦争での敗戦によって朝鮮が 作法関係から離脱し、そのことにより、作法と朝候に基づく政長の外交秩序は終焉を迎えた。天下概念も、この影響を受けて、従来の改秩序に基づくものから変容した。19世紀後半の真の中英大使であった説、福成は、中華と遺敵を区別する、改革説の天下から中華と外国が、対に関係を維持する、中華連続の、 天下へと転換したと述べている。前述したように、日本、和国における天下概念の成立は古墳時代に遡る。五世紀後期の作成とされる、江田船山古墳出土の鉄拳名に、自転化大王とあり、の部分は和歌かけると訓ずると推定されており、有略天皇に否定されている。有略は中国へ送った文書では、和王部と自称していたが、国内向けには、 自天下大王、すなわち中国とは異なる和国独自の天下を治める大王と称していた。このことは当時すでに和国は中国世界と異なる独自の天下なのだという観念が発生したことを見に物語っている。以後の和国王たちも自天下大王の称号を代々継承しているが、このことが背景となって七世紀初頭に和国王が随皇帝への新書に 日出所天使と自称した事件につながったと得られている。その後、8世紀初頭における、律令制の移入と時を、同じくして、中国風の天下概念が導入されることとなった。この場合の天下はどちらかといえば、実際の律令国家の支配が及んだ範囲という意味で、今日の日本列島における本州、四国、九州などに当てはまると思われるが、 決して律令国家の直接支配の及んだ地域という意味ではなく、エゾなど直接支配に含まれない異民族も内包していた。すなわち、中国王朝の天下思想と同じように、天下の中心に律令国家の中心を設定し、天皇を主催者とした秩序の及ぶ範囲で、周囲にはエビズに対応する異民族が配されているという、小中華主義な色彩を強くしていた。この、 天下概念は、律令国家の崩壊、王朝国家、中世国家の進展によって徐々に、希薄化したと考えられている。源の頼朝は、幕府の創立にあたり、天下の創造と称したと、九条金真の日記、玉陽に見えている。この天下概念は、上実の律令制における、天下概念を踏まえながらも、全く新しい国家、法制、 秩序の場として創出されるものと還元されている。しかし、頼朝がこのような意識を持っていようと、この時期の天下概念は未だ現実の天皇の王朝支配を克服しきれておら、天下の主催者としては天皇、あるいは天皇家の家督者としての辞典の君が期待されている事例が多い。また、義堂修身の日記、空下日曜空襲によれば、足利義満は義堂との議論において、 しばしば自身の性の対象として、天下、天下の人を問題としており、このことは、室町時代の頃には徐々に、将軍こそが、天下の主催者であるという意識が生まれてきていたとも、考えられている。ただし、吉光については、自身を、日本国王イコール時点として位置づけているという、研究もあり、広大に、明確化される。 天下人概念に比べると、未だに過時であったと見ることもできる。自点の君、上級の乱、兼務の神聖、人能性陶器参照。室町幕府の支配が衰えると、このような天下概念を支える、公権力が衰え、自力救済を原則とする下国上の社会に移行した。やがてこのような実力主義社会から地方的な公権力として、戦国大名が確に、 大名両国を形成して独自の支配を及ぼし限られた範囲内での抗議イコール権力を形成した。日本列島の各地に形成されたこのような地域国家的な抗議を天下の抗議として形成しようとしたのが豊か政権の特徴である。これに伴ってこのような新しい秩序を主催する主体としての統一者として天下人概念が登場し、この頃には 天下は天皇王権を要する室町将軍が管轄する京都とその周辺地域を意味し、室町将軍は天下領域を支配する地域領主としての役割と戦国、大名などの地方勢力の紛争などを調停する役割を担った。各地に成立した戦国大名家の中で、尾張国の織田信長は将軍、足利義明を要し、 間接的に天下人としての役割を担い、天下一党、この用語自体は南北朝時代から参見されるを実施した。信長は元気4年、1573年に将軍義明を追放した後も天下人としての地位を継承し、信長の統一政策により、天下の地理概念はかなり明確化され、信長死後に天下人としての地位を継承した豊秀吉により、 統一事業は完成され、天下領域はほぼ今日の日本列島と変わらない、領域として認識されるようになった。戦国時代、日本参照。江戸幕府は、天下人イコール将軍、天下の抗議イコール幕府法と位置づけ、そのもとに、地方的な抗議イコール藩法として大きく二元的な、法社会を形成した。このようにして成立した、幕藩制国家は、 対外関係を改秩序に犠牲して編成し、具体的には解禁政策、鎖国を取った。このことは日本における天下概念をますます固有の地理概念である日、列島に近づけたと考えられる。朝鮮における天下概念はまず、高句麗において成立した。高句麗は実国を中華とし、周辺諸民族を移定期する小中華的天下観を持っていたが、それは同時に、 天や川に対する独自の信仰形式を打ちしていた。公海道王妃には永楽という独自の年号が記載されている。九だら、白木もそれぞれ独自の天下概念を有していたと考えられている。一方で、中国思想の影響のもとに、州の封建国としての岸朝鮮神話が形成されており、儒教の教えが古くからこの地に根付いていたという認識も存在し、 このことは中国の天下概念の中に朝鮮をらい置けようとする傾向を持っていた。高麗時代には仏教、道教、シャーマニズムをよりどころとしながらも朝鮮独自の天下概念を展開する断ン神話が成立した。白木は唐の体操に国内で独自の年号を用いていることを咎められて以降の正髄たちを守っていたが、高麗前期には 中国王朝の年号と、高麗独自の年号を交互に使用していた。国内では、王は、陳と自称し、死後は病号を送られ、王の命令を、正、将などと記していたが、これは中国の開始層によると、中国王朝の皇帝にしか許されないことであった。さらに当時の宮廷の唱歌では、開答天使や、南蛮北敵自ら来朝すといった表現があり、 当時の金石文には皇帝陛下御子と乗りして、いわくと酷くしているものもある。天使の特権である、しても行われ、と出会った会場は、コートと呼ばれた。一方、高麗時代の中国的、天下概念では、中国内部に、僧、両、僧、金が並び立つ情勢の中、僧を、南朝、両、金を北朝として両属する形を維持していた。しかし、 理念上は難聴を重視する傾向にあり、両朝の年号を併記する場合は難聴を先とすることが一般的であり、そうによりその忠実さを小中華と称えられた。中国に元王朝が成立すると、元は高来20来以上の服属を要求し、人という自称や病号、聖、御子と乗りといった用語も配され、高来国王は自称を、布告、国は禅の意で、 国とは、不全という意味で減り下った事象と改めた。またこの頃朱子学が流入し、名文論が盛んとなった。李氏朝鮮の時代には、民の作法を受け国号を朝鮮としたこともあって、民イコール李氏朝鮮関係を、州イコール岸朝鮮関係と同一視する中華的な天下概念があった一方、清掃時代には、女神、日本、津島、壱岐、松浦、 琉球などを自国に調候する対象と主観する天下概念も存在し、試験も行われた。また、明では、陽明学が流行していたが、朝鮮ではこれを儒教の堕落と見る風潮があった。清の時代には作法を受け、服属しながらも知識人の間では、明の数帝年号が好んで使用された。これは中国が神という遺敵の王朝に支配されているため、 朝鮮こそが中華の本流であるという意識に基づいている。前述したように、ベトナムにおける天下概念の成立は十三世紀にモンゴル軍撃退後の国威発揚に伴って顕著に確認される。陳朝で成立したにおいては、新漢時代に今日の関東からベトナム北部に存在した南越国をベトナム最初の政党王朝とし、この地域を対象とする。 天下概念が形成された。この天下概念の実例としては、1428年に大越が明から独立した際、この時代を代表する文人であるグエンチャイが、自教定理陳の貯蔵、河国与感闘争元、しかも各定一方、長他の南越国、長部の定長、李朝、陳朝以来、我が国は中国の漢、桃、僧、 元などの王朝と同じく帝を称して天下の一方に君臨してきたと述べていることが挙げられる。ここに明らかなようにベトナムの天下は中国の天下と同列なものとして主観されている。このような天下概念の下では従来の仏教、道教の神々に代わりベトナム土着の神々が尊重され対外戦争に勝利するたびベトナムの土着神に対して家宝。 神々に対し新たに称号を加えることがなされた。このことはベトナムの天下概念において皇帝はベトナム土着の神々より上位に位置していることとともに民族固有の信仰がこのような天下概念を側面から支えていたことを示している。15世紀末頃からこのような天下概念に若干の変化が起こった。ベトナムの生死において 南越国が徐々に本義から外され、ベトナム独自の神話や伝承に基づく慶ム王、ナリュー君、竜王などが生死を受ける地位を向上させた。それとともに中国領内にある峰南地方をベトナムと一体として考える思想が衰退し、18世紀末には生死において南越国は政党から外された。この頃現実のベトナムは、 霊朝の名目的皇帝のもとに北に、トンキンと呼ばれた帝史政権、南に、高知ナと呼ばれた元始政権が、実質的に支配を二分している状況にあった。この頃の天下は、霊朝の皇帝のもとに成立している、トンキン高知ナを中心とした世界であったと考えられている。19世紀に成立した現朝では、中国向けには、越南を名乗りながらも、自称国語においては、 大南を称し、中華世界とは区別された独自の領域としてのベトナム世界が規定されるに至った。アジアの遊牧民における天下に類似する概念の歴史は、郷土の時代にまで遡ることができる。天にあたる概念としては、天栗という言葉が知られ、中国側の資料にカラスキと音赦されている。郷土の君主である禅羽は、天皇禅羽、天栗から降りてきた禅羽。 天書律郷土大前雨、天栗によって立つ大前雨と中国側の資料で表現出ている。ここに明らかなように天栗は天界であるとともに天人として人格神を指すこともある。これは中国における天概念と非常に類似しており、両者の関連性がしばしば指摘されているが、どちらの方が起源として古いかは明らかにされていない。この 天狗グリ概念はウイグルなどのトルコ系遊牧民やモンゴル系遊牧民にも共通してを一貫して二面的に使用されている。また人格神としての天狗グリはモンゴルの宇宙創造神話において天狗グリハイラハンという地上を作った創造神として現れる。モンゴル帝国の時代には歴代大藩の外交文書の中で天狗グの名のもとに地上の支配を託されたものとして 大ンを位置づける声明が確認される。耳の聞きうる限りの土地、馬でたどり着きうる限りの土地、日出るところより日没するところまで大ンの支配に服することが表明されており、そこには基本的に地理的限定はない。最近の研究ではそもそもモンゴル帝国の国号としてのモンゴルウルスそのものが本来的にモンゴルの人々の集合体というような意味合いで、 地理的概念を含むものではないと指摘されている。アジアの遊牧民の地上世界観にも一定の秩序原理に基づき地理的限定を含まないという意味で天下概念と類似した構造を見ることができる。また遊牧民の世界観の開放的な性質も指摘されている。それは現状地下に制作された現図をもとにしていると思われる。 混一強しり歴代国との図によく表されている。混一という言葉は、モンゴル帝国時代に用いられ始めた用語であることが指摘されているが、その意味は、当時知られていた世界としてのアフロユーラシア大陸が、境界なく、混然一体となっていという世界観を表しているという。これは、中国的な界を区別する世界観とは異なり、非常に開かれたものであった。同様に、 イランのイルハン国で編集された修士においては、世界中の歴史資料を総合し編纂し直して、世界の歴史像としての世界史を編もうという意図が監守されている。モンゴル帝国にいずれは組み込まれる歴史であるという意味で、モンゴル帝国中ではあるけれども、主要地域の歴史をそれぞれ自立した形で、並列的に扱っており、同時代までの中国歴代王朝の聖師や、 ヨーロッパ側の歴史書とは大きく異なっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。